こんにちは、今回は、ベルフェゴールワンパイア、使っていきたいと思います。まあ、文字通り、ベルフェゴールを入れたアグロワンプで、まあ、ベルフェゴールの効果がファンファーレ、カードを2枚引く、まあ、ここがポイントで、まあ、ベルフェゴールは多分アグロにしか入らないのかな。まあ、手札が枯渇するのを防ぎつつ、復讐状態じゃなかったら自分の体力が10になるように、まあ、復讐状態するってことですよ。で、4コスで44っていうスタッツが高いから、まあ、アグロワンプに最適と。で、まあ、復讐状態に、まあ、なることができるので、まあ、このラウラからの、5コスの段階で、まあ、ラウラからの、ワンピーを、2コスの失踪。まあ、だから5コスで、まあ、展開しつつ失踪を持たせたりできるから、チート。で、まあ、こいつも失踪を持つし、もうちょっと使ってみるか。多分おそらく、最強の一角。最強の一角になるんじゃないかなと思います。まあ、でもこれはベルフェゴールが、まあ、来たらの話なので、まあ、来なかったら、まあ、従来通りのアグロワンプの、動き方でいいと思うんですけど、ベルフェゴールが来た時に、まあ、どうね、立ち回っていくのか。そこがちょっとね、面白いとこだと。勝ちました。5482か。まあ、イージスのデッキかな。まあ、でも、イージスのデッキだと、こっちの方が有利なので、まあ、アグロはやっぱ、ミッドレンジ寄りのデッキには強いから、で、もう1コス2コスって、まあ、先行で、来てるし、まあ、これ、ベルフェゴール来たらやばいな。で、ベルフェゴールが来れば、まあ、ダークジェネラルが失踪を持つので、やっぱそこが強いよな。4コスの段階で、まあ、4-3のスタッツの失踪やから強いと思うわ。ベルフェゴールはでもなかなか来ないかな。そう簡単には来ないかな。まあ、最初はこうちょこちょこ削っていって、まあ、一番理想的な動きは4コスでベルフェゴールが来るっていうのなんですが、やっぱなかなか来ないかな。ダークジェネラーそんないらないな。で、ここ、ワンピーを、相打ち取らないと多分やばいので、いやー、どうやろう。まあ、取るしかないか。まあ、盤面は取ってるんですが、3個でどう来るかやな。まあ、守護、強化、ヒーリングエンジェルか。ヒーリングエンジェルは厳しいな。ここでベルフェゴールが来れば、ベルフェゴールが来ればな、なんとか勝てるんですが、勝てるっていうか、なんやろ、この新環境のデッキでね、面白い動きができるんですが、やっぱ来ないか。ハゲじゃないのありがたい。初心者やな。それ初心者。で、死を武闘で破壊しつつ、いけるんで。なるほど、なるほど。まあ、死の武闘打って、で、どれでもいいから進化使っちゃって、で、瞬く資料で1点確定やから、3、4、5、6、勝ったんちゃうこれ。まあ、レディアンスエンジェルが来たら、まあ、3点回復されるんですが、でも、それでも、次のターン進化で5点確定、6点確定やから、まあ、何かしら、まあ、インプランサーとか来たら勝ちか。エンシェントレオスピリット、エッグ。エッグトマトなってカード出してきたな。やべえ、それやばいわ。やべえカード出てきたな。ただ3点決めればいいから。ちょっと待って、1戦目の試合はちょっと申し訳ない。まあ、勝つのはまあじゃなんかなんとなく分かってたけど、これは申し訳ない。ちょっとトップで勝ってしまった。トッポじゃない、トップな。こっちの申し訳ないな。ベルフェゴールが活躍してない。できれば1戦目の試合でちょっと活躍させたかった。ちょっともうまだね、違う動画見ないでもうちょっと付き合ってください。ちょっと1戦目の試合でやっぱベルフェゴールを活躍したが、まあ、な、視聴者側としては結構、まあ、ありがたいとは思うんですけど、ちょっともう次の試合絶対出すから、ちょっとね、ちょっとチャンネルを変えないでください。だからテレビ番組の生放送でなんか必死こいてるやつみたいな。勝ちました。まあ結構上位ランカーが、あ、先行よし、これでベルフェゴール来ていいとこ見せるので。とりあえずまあ1コスター3コス OK な。まあラウラか。これベルフェゴールありきで強くなってくるカードやから、
まあまあでも、先行でまあアグロで、1コス引けてるのは悪くない。で2コス引ければ強いかな。なんか最近さすごいなんかカードが固まるんですよ。多分みんな同じような感じだと思うんですけど、これ2コス次来なかったらやばいな。あんま強くないな。さあ2コスはまあ、ニコスやったら何やろ、ムレナスキガかな。まあもしくはニコスのミッドレンジ寄りって感じか。まあ攻撃して、吸血暗記出して、で4コスの先行でベルフェゴールを出せれば次のターンダークジェネラルまた失踪を持ってやっていけて、すごい効果力で、押し切ることができるんですが、やっぱきついかな。あーいらないな、攻撃してまあワンピー2体出す感じかな。これでも何やったっけあいつ、ワードローブレーダーか、あいつが来ると2体とも熟られて回復されてしまうから小賢しエッグトマトになるから、まあそれが今回ムレナスキガが来てもやばいんやけど、あー予測してたら小賢しいな。ただ相手ちょっと手札開けてきたな。あんまいい試合じゃないなこれは。てかベルフェゴール全然来ないんだがやばい。まあでも相手がまあ漆黒の契約来てないのがまだ救いかな。これ漆黒の契約来てたらまずかったな。やっぱお互いちょっとドローソースがないな。ベルフェゴールが来てくれればすごい強いんやけど、ホタロアグロかよくわからんな。バンピー出しますで、まあ進化で相打ちかな。まあダークジェネラルは多分取ってくるやろ。で行ってくれますんで、まあ打ち取りますと。なるほど、ベルフェゴール、まあ悪くないな。なんかベルフェゴールが全然来ないんだから大丈夫かこれ。まあでも終盤なんかね、勢いに任せてこう失踪でばっこりね、ばっこりいける可能性があるから、まあまだ分からんな。ベルフェゴールがまだ来てくれれば、別に手札も相手多いわけじゃないし、まあまだまだいけるやろ。さあロッコスはまあクイーンワンプとかやと結構いいかな。相手は優位に立てるんかな。さあロッコスは小賢しいな。インプラントあれこれ失踪あれアグロ、ただ回復入れてるのなんでこんな、これまさか顔とか言うなよ。顔っぽいな、これまずいな。ベルフェゴールを引きたい、あ引けないか。まあダークジェネラルを出してもあんま強くないんで、まあやばいなこれ。弱すぎるぞこれ、やばいな。ベルフェゴールありきのデッキやから、ベルフェゴールが来なかったらちょっと火力が全然足りないな。まあ相手も多分アグロかなこれ。インプランサーと、ピコ太郎入れてるからアグロの可能性が高いんですが、最初なんで回復入れてるかがちょっと謎やな。さあ7コスは吸血ありき出しますんで、まあ進化使って殴るのかな。吸血鬼の補助進化を使って、ラウラを狙っていくって感じか。なるほど、どうした。なるほどなるほど、これ強いな。クオールだからな。なんかこれあーやっと来たか。これで2枚ドローできるから、これ強い。ああここから巻き返せるな。あすごい、いや結構演出かっこいいな。あーオッケーオッケー、これで失踪も出していけるから、あー待てよここ落ち着け、せっかくここまで来て。まあ失踪次のターン行くとして、まあこれでまあ打ち取って、これ出して、やっぱベルフェゴール強いかもしれんな、もしかすると。もしかすると最強。まあ相手がアグロやからこれ結構やりやすいけど、ちょっと怖いからちょっと情報取っとくわ。いやベルフェゴール強いよ。4コスで44で2枚ドローして次のターン、確実にフォロワーを引けば、確実にフォロワーが失踪を持つから、あ低コストしか入ってないしな、これ買ったんちゃうか。次のターン失踪も出すことは可能やし、
やっぱラウラとの相性がいいな。これが先行でできてたらすごいいい動きになると思うんだけど、先決の口づけ入れてる理由がよくわからんな。まだリーサルは次のターンないわ。6点あるしな。ユリウスマルコ出してで攻撃して、でもラウラもジュワしてで攻撃するとあんま強くないな。あ、もうちょっとなんか高コストのフォロワーが、まあベルフェゴール似たっていうか、ベルフェゴール復讐状態やったら2枚ドローだけになるのか、10点に回復したらいいのにな。あ、さあどう来るか。うわえぐ、それはえぐいわ。あ、セクシーはえぐいな。死の舞踏か、まあこれ押し切るしかないんですが、まずいなこれ、絶対負けだやろ。あ、いや、なんとかしてちょっと2戦目の試合ベルフェゴールをそうね、輝かせたいっていう気持ちはあったんですけど、まあ負けやろさすがに。アグロワンプで4枚も手札あって詰めれないのはちょっとさすがに初心者の動き方になるから。さあ10コスは、まあダークジェネラルが来てもどうせリーサルないし、まあ次のターン来てほしいカードといえば、まあ、吸血兄貴かな。あ、死後置かないとまずい。まあ鋭利な人先があっても負けるけど、よくわからんな、デッキが。よくわからんけど相手のデッキの方が強いっていうのは分かったわ。てかわざと10点に減らす意味ってあるか、この状況で。やっぱ終盤ベルフェゴール、あなるほどな。あ、いや、まあまあ面白いデッキだったわ。ミラー対決で、まあ、参考になったわ。あ、まあ相手のデッキの方がちょっと上手やったかもしれんな。ちょっとデッキ構築があんま強くなかったかもしれん。まあラウラがな、やっぱベルフェゴール最初来ての感じやから、やっぱそのシナジーがないと効果が発動しない、相性がないと、強い動きになれないっていうデッキはやっぱ弱いわ。